洋作品は中華民国の政治家。若年時代に日本へ留学し、明治大学政治経済科を卒業。侵害革命、二次革命に革命派として参加し、五国戦争では三島省方面で航空隊員として活動した。五十四運動に際しては中華民国学生連合会総局理事長を務め、1921年には、 ロシア入りしてロシア共産党幹部と対談、議論したが、この時に、洋作品は、共産主義の矛盾を感じて、これを放棄した。帰国後の1922年に、洋作品は、人太を接収委員長代理となり、後に、ニカワオキただし弁公所交渉課長に転じている。まもなく実業会に転じ、畜産、鉱山事業を経営した。 1936年3月、被殺政務委員会交通部組長として、政界に復帰し、日中航空協定締結に尽力、さらに恵み通航空講師党ごととなっている。日本軍が陳太を占領した後の1938年1月17日、洋作品は、太を治安維持会の9人の委員の一人となる。同年11月2日、 チ太を治安維持会学務委員会が成立すると、用外委員長を務め、翌月10日には、チ太を講和クラブ副会長も兼任している。1939年1月10日、新日のチ太を特別志向書が成立すると、同志社会局局長に任命され、同年5月10日には、チ太を特別志向書連絡委員会委員長も兼任している。 1943年3月18日、洋は市長に昇進し、王朝明政権崩壊まで同職にあった。1945年10月11日、洋作品は、カンカンとして国民政府に逮捕され、翌年5月に、三島商工党法院太を第二部委員で、死刑判決を受けたが、執行はされず、1949年1月に、 改めて同法院で審理され、無期懲役に減刑された。その後、中国人民解放軍が進軍してきたため、国民政府により釈放されたが、陳太貸が陥落した直後の6月5日に、中国共産党に再逮捕されている。中華人民共和国建国後に、陳太貸中級人民法院で死刑判決を受け、1951年に執行された。 去年59、ありがとうございます。